はい、どうも、ケンちゃんです。今日はね、ラファエルがね、ホースト事業を始めるっていう話をしてて、俺は思ったよ。女の子たちはみんなホースなんか行っちゃいけない。ホースなんか行っちゃいけない。なんで行っちゃいけないの？ホーストで働いてるやつが、もうどんだけいい言葉吐いたって、あなたとは家族じゃないし、友達でもないから、本当の悩みなんて乗ってくれないんだ。だから、ホースなんか行く暇があったら、自分のことに本気になってくれる友達を一人でも二人でも作った方がいい。そう、偽りの、こういうお金でつながってるね。人間関係なんてゴミみたいなもんだから。だからさっさと、ホスなんか行っちゃダメだよ。じゃ、ホスなんか行っちゃダメ、本当に。だから、友達を作るためにはどうすればいいかっていうと、それはさ、自分の気持ちで素直になることだと思うんだ。やっぱりさ、自分が嬉しいと思った相手に嬉しいって伝えること大事だし、ありがとうと思ったありがとうって伝える人の周りに人ってすごい集まるじゃん。やっぱ感謝できる人の周りには人が集まるからさ、どんどんみんなに対して自分の思ってることをさ、どんどん伝えていけばさ、友達はできるはずなんだ。自分のこと思ってくれる。だから、ホストなんか行かずにね、外で友達を作りましょう。もうこういうね、偽りの人間関係とかいらないからやめよう、本当に。無駄だから。本当に大切な人っていうのはホストクラブじゃなくて自分のそばにいるから、そもそも魅力的な人間はホストなんていう仕事をせずに、ちゃんと大きな会社で営業マンやったりね、自分で会社ビジネスやったりしてるから、ああいうとこにいるやつはろくでもないやつしかいない。だからみんなホストなんかに遊びに行っちゃダメ。俺はそう思う。これ偏見じゃなくて本当に思うから。他そもそもね、自分がもう汗水垂らしたお金をさ、ホストなんかに落とす時間があったらさ、もっと家族と一緒にね、過ごしたり、ね、友達と一緒に過ごしたりした方がいいと思うんだよね、僕は。だから、もうホストなんか行っちゃダメ。もう、ダメ。まあ、キッズはさ、ホストがさ、素晴らしいもんだと思ってんの、外見が良くても。外見がいいから性格がいいってわけじゃないし。そういうもんなんだよ。そう。まあそういうね、お前はどうなんだっていう答えがあるけど、俺は友達はいません。そう。友達はいない。だから俺は一人で強く生きていく。この拳で一人で強く生きていく。だから応援してくれ。ホストは好きになれんわ。ああやってね、人の生き血をね、すすりながら生きていく。行動パターン。ダメだよ、あれは。だけど、ホストも、お金を稼がないといけないという使命があるから、ホストの人生を僕は否定しない。そう。だから、ホスト。いや、俺もなりたい。お前何言ってんの？もう、支離滅裂。支離滅裂って感じ。はい、終わり。